1年生、君たちは暇人だね。勉強するべきだよ。とか言いながらずっと SNS やってる。あなたには弱いとかありません。あ、トイレおるで。なんだこれ、なにこれ、なにこれ、落書きなんこれ。オオカとヒゲ、これは面白そう。これは面白そう。撮りますわ。やったぜ。え、あははは、そうなる感じ。なるほど。鏡に映った人にこういう王冠と火がつくような感じ。なるほど。そういう感じの落書きね。はい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 。あ、おかしく思わないでくださいね。このドアを全部開けて閉めずに出ていくっていうのが今のマイブームなんです。スマホの落書き使ってる？いいねをいっぱいもらえると嬉しいよね。こっちからもどんどんいいねしちゃおう。俺もいいねしてほしいな。カラメちゃんと雄大くんのあやい傘作ったからな。みんな分かってほしいな。文字作るちょっと苦労したんやぞ、お前。おお、なんか二人で。え？こっくりさんこれ。何やってるの？あ、こっくりさんやってます。おお、面白そう。みんなを呼ばなきゃ。めっちゃ目光ってるやん。サブイベント始まりそうになってるやん。みんな呼んじゃった。おお、ここか。こっくりさんしてるって聞いたぜ。やめろ、お前。上級生4人に押しかけるな、お前。今時、こっくりさんだなんて、子供騙しの お遊びよ。ほんとだよ。面白い場面が撮れるかと思ってさ、やってみたはいいんだけど、この通りちっとも動きはしないんだ。拍子抜けだよ。きっと、その心がダメなのでは？真剣にやらないと、例は来ません。例のこと何がわかるんだ、お前、コウタ。よし、ちょっと俺たちやらせるよな。コウタ、来い。へえ、マジですか？わあ、ガチでやるやつじゃん、これ。まコックリさんはターニングテーブルという制御の裏側が起源です。10円玉が動く原因としては無意識下で参加者の誰かが動かしているだとか、参加者の筋肉疲労による痙攣によるなどの説があります、うん、でウィキペディアに書いてあるわね。ウィキペディア読んでんのかお前。いいからさっさと始めようぜ。ガチのやつな。ガチでやるやつな。はい、指。こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。おいでになられましたら、はいへお進みください。待てやって、こっくりさん待たせる。え、こっくりさん俺のこと待たせるとか、どんだけさ偉そうな。こっくりさん、あ、起きんのかい。何も起きないですね。だよな。このままじゃ動画になんないし、こっそり浮かしてやるとするか。やるのか、雄大くん。やっちまえや。はい、まで動かせ。オッケー。オッケー。人為的、佐藤。雄大？いや、俺じゃねえよ。ほんとほんと。この顔でよく言えるな、お前。もうちょい演技しろ、顔。顔出すぎだよ、お前。ほら、こっくりさん、おいできたぞ。何か質問しろよ、コータ。そんなことを急に言われても。あ、例えばさ、こっくりさんの好きな女性の部位とか聞いてみれば、おっぱいっていうかお尻っていうかどっちだろうな。んじゃあ俺が聞くわ。さて、どんな明日の天気か。え、もうちょいさ、アブノーマルな質問聞いてみればいいのにさ。こっくりさん、こっくりさん、おっぱい派ですか、お尻派ですか。明日の天気か。あ、で、雄大くんが動かして、晴れでーすってやるんか。なるほど。俺がやらなあかんのか。は、は、は、は。え、こっちだよって矢印つけてくれる。ははこっちだよって、いいえ。はぁ。冷凍庫こっちか。めっちゃ遠回りしたな、このこっくりさん。なんだかよくわかんないね。しまった。ちょいもたもたしすぎてか。変な空気になっちまったな。
この質問は気乗りじゃなかったのかな。そんなことってある？気乗りじゃない。わかった。はあ、レッド、これでいいんちゃう。あれ、ふーん、やっぱり雄大が動かしてますよね。違うって。へー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 、ふーふーふー、こうだろ、好きな人、こうたくんの好きな人、こっくりさん、こっくりさん、こうたの好きな人の名前教えてください。どんな選択肢出てくるの。ちょっとさあ、で誰ってことにしようかな。これはさ、カラメちゃん、自分が気弱いからってさ、気の強めの女の子が好きっていう感じでいこうか。コータはどっちかっつうと、カラメみたいな女子は苦手そうだけど、まあいいか、そうかな。気の強い女の子に引っ張ってもらいたいタイプかもしれないぜ。大丈夫、大丈夫。その場のノリでなんとかなるから。今頃冷や汗かいてくるよ、お前。騙しきればいいんじゃわ。か、な、ネット、オッケー。騙しきれ。わあ、そうなんだ。バカみたい。まあ、そろそろ終わりましょう。まあ、取りたいもんは取れたしな。こうたが、カナメのこと好きってこと取れたしな。お戻りください。こっくりさん、こっくりさん、どうぞお戻りください。いや？おい、お前じゃん、終わろうって言ったの。いや、家の方に勝手に行っちゃったな。いや、だから俺じゃねえって。帰りたくないのって、帰りたくないのって、コクレさんがもう私、今日は私帰りたくないのって言っている。うわー、彼氏と人や過ごしたいって帰りたくないのって言ってるわ。彼氏誰だよ、そこにいますか。コクレさん、コクレさん、そこにいますか。うわ、なんだ、引っ張られてる。こうだか？いや、でも。はーい。ほんまに出てきてしまった。ひえー！おいおい。マジかー！ちょっと楽しそうな顔になってるやん、お前。ちょっと、もうその辺にしときなって。いや、ガチガチガチ！これはガチなやつだから！今までのガチじゃないやつだったの？それは置いとけ！それより何を質問するの？ほんとにコクリさんか？あなたはほんとにコクリさんですか？あー、あぶらぶってるやん。コクリさんじゃないかもしれんやつやん、お前は。わあ、は、すげえ、すげえ、すげえ。嘘でしょ？ほんとにいたずらじゃないの？それより早く、なんか別の質問して。明日の天気。コクリさん、コクリさん、明日の天気は何ですか？ああ。ね、雨だったわ。これ完璧に降りてきてるぞ。こうだ、絶対指離せよ。分かってます、分かってはいますけど、全力で教えてくれないと今にも10円玉が吸い抜けそうで。ねえ、ほう、終わろうよ、これなんかおかしいよ。何言ってんだ、こっからじゃ問いだが絶対やばいって。これお前絶対わあ、お前、ノリノリ出ないか、お前。トイレかとか、お前。さあ、次は何を質問する？金持ちになりますか？そうだ、せっかくだし。コックリさん、俺たち、記念写真で金持ちになれますか？何その質問？これからの俺たちの活躍を占ってもらうんだよ。大事だろ。やったぜー！おお、来た来た、誰が金持ちになる？コックリさん、コックリさん、この中で誰が一番金持ちになりますか？雄大、怖くないの？落ち着いていれば平気だ！ゆ、う、だ、ひ、
ほらな、俺みたく堂々していればいいんだ。おい、お前らビビりすぎ、前向きに考えろ。これってすげえチャンスかもだぜ。こいつ、信じられん、ぶつぶとさ。信じられん言っちゃったよ、かなめちゃんが。さっきから俺ばっかだし、コーター、お前も何か質問してみろよ。僕がなんか聞きたいことはないのか。僕は。コックリさん、コックリさん、この4人は、この先もずっと友達でいられますか？普通ないい質問じゃないか、お前。もうちょっと攻めた質問でもいいんぞ。コックリさん、あなたはバスト いくつですかみたいな。そんなでもいいんぞ、お前。お前さ、コーダ。コーダがいてよくそんな質問が出てくるわね。コーダも大概だわ。重要だけどね。いや、その、とっさに聞かれたので、なんか、つい。どうしたどうしたどうした、どこ行くんどこ行くん、あ、俺、え、てか家に迎えてか、ちょっと待って、え、家に向かわなあかんの。いいえ。え、なんでコックリさん、コックリさん、それはどうしてですか。ちょ、コータやめて、そんなの聞きたくないよ。なんでだ、動かせん、動かへん、あれ止まった、まだそこにいますか。コックリさん、コックリさん、まだそこにいますか。ごらん、お戻りください。戻らへん、こんな風に急に動かなくなるパターンってあるのか。わあ、わからない、ネットにはそういうの書いてなかったかも。ちゃんと帰らせなあかんっていう話聞いたことある。どうした ?10 円玉が吹き飛ぶ30年、平成30年。な。わあ、指が離れちゃいました。こんなの反則だろ。不意打ちじゃん。ああ、なんだよ、急に。何も映ってない。動画が途中から真っ暗になってる。ああ、これはあれですね。ちょっと、バン入りましたね。これは見せてはいけない時、バン入りましたね。この、動画が。コックリさん的にバンが入りました。ただられ損じゃねえか。いや、やっぱこれって、僕たちにたたられるんですか？ねえ、ちょっとこれ見て。何？10円玉のねじ曲がり。こんなねじ曲がり方するのか、10円玉って。なにこれ、なんでこんなになってんの。わあ、コックリさん、めちゃくちゃ怒ってるんじゃ。本当に怒ってるなら、とっくり雄大がこの10円玉みたいになってるわ。なんでさらっとうまいこと言ってんだお前は。確かに。ひぃと、とりあえずこれ撮ってさ、綺麗写真にアップロードしようぜ。お前ブレねえな。あんたさ、マジ。ちょっとカラメちゃんがちょっとエヴァのアスカ寄りになってきた。あんたバカみたいな感じになったな。効果を変形させると法律違反ですよ。そんなのあげたら炎上しちゃうかも。いや、そこじゃなくて、俺は撮るからな。こんなんでビビってられるか。ゲット、ゲットしちゃったよ。雄大、よく平然としてられるわね。本当に大丈夫？どこかおかしいところない？全然。つうか、もし実際たたりが起きたとしても、それはそれで高ポイントじゃん。俺が生き証人になってやるから、かかってよいよって感じ。お前、どんだけハート強いんだ、お前。呪われて死ぬぞ。バカすぎる。僕は怖いですよ。だってこんなの、ありえないですよ。私は、あの最後の方の流れ、なんとなく引っかかってる。
質問ややり方がまずかったのなら、そこで10円玉が飛んで終わりってなりそうじゃない？コックリさんって、霊だか神様なんだろ。そんなん気まぐれじゃないの。そもそもさ、コウタが変な質問したからじゃねえの。あれは、その、ごめんなさい。なんでコウタくんのせいにする？やばい。ああ、なんていうか、ほら。俺らのやり方が適当だったせいでさ、コックリさんも適当に答えてたかも。で、なんか気まずくなっちゃって、慌てて帰っちゃったとかな。すさまじく都合のいい解釈ね。確かに。もし、コックリさんが俺らの友情を否定したんだとしてもさ、俺は、いつでもずーっと友達でいてやるって。だから、3人もそうすりゃいいだけだ。神様の言うことなんか、しきりすんな。なにそれ、めちゃくちゃじゃん。まったく、コックリさんもこんな奴に呼ばれて災難ね。へへへ。ありがとう、雄大。でもな、こうだ。俺と、花芽は、だー乗っ取られてる乗っ取られてる、こうかー、こうだ、なんか変な感じになっとるわ。わー、乙女の座り方。乙女の座り方してるわ。こうだがおかしくなっちゃった。あめー。キキキキキセイ、泡吹いてる、泡倒れたー。おいおい、コウタ大丈夫？コウタ、おい、お前ら一体何をしているんだ。逃げた、関係ない奴らが一斉に逃げやがった。ただタラじゃないよ、タラタラじゃないよ、お前普通に日常に戻るな、お前。君のお友達ってすごく弾けているね。確かにな。取れたー。取っちゃったー。大丈夫ですか？あれ？僕どうしたんですか？なんで床で寝てるんでしょう？覚えていないの？急に倒れたんだよ。本当ですか？睡眠不足なのかな？こーってキツネみたいに泣いてたよ。え？またまたご冗談を。ほんと。撮っていませんよね？その時の僕。撮った？これ撮ったら面白いぞ。卒業式の、時に流してやろうと思うぞ。多分もしネットで晒されたら恥ずかしくて僕、お母さんに笑われちゃう。お母さん気にしてるの？まずはこんなのかい、コウタくん。君にとっての特別な場所って、お母さんのおっぱいの谷間だったりするのかな？頭がクラクラする。しばらくコウタは休んでたなよ。はい。コックリさんをしていたって、まったく、お前らは。俺たちの子供時代は、高速でやるなって決まりがあったくらいなんだぞ。しかし、本当に倒れるだろう。まさか悪ふざけではないな。コウタはふざけて倒れてたか、一切な、知ってないよ。じゃあ、なぜ？怖かったね。思春期の子供は周囲に感化されせやすいから、きっとそのせいね。まるで自分は大人なような言い方。そうよ、悪い。別に好きだよ、絡みのそういう偉そうなところ。もう会ったら
We are the world! We are the world! なあ、先生が今ここにいるのはチャンスが来たじゃないか？チャンスとは？ほら、科学室の鍵。あ、ほんまじゃ。そうじゃそうじゃ、そこに落書きがあって、それ取りたいのに鍵がかかってる。職員室から盗むってことね。盗むとは心が悪いな。ちょっと借りるだけさ。雄大。その今の発言取って職員室に持っていったらお前どうなるか分かってる。まあ、写真撮ったらすぐに返せばいいか。そうそう。早速職員室へレッツゴーだ。でもその前にセーブだ。